そしたら、なんか、おっしゃりたいこととか、質問とか、不安とかある？なんでもいいよ。今日は何、ここまでたどり着くのが大変だと思ったから来てくれたわけ。ああ、そうなんだ。ありがたいことですわ。その若さでさ、そういう志のある子なんてあんまりないからね。でも次の世代としては、こういう子たちが、ね、ホット相続するには、こういう世代たちがだんだんと本当の喜びを感じてもらうような信仰のね、我々はその遺産を残さなきゃいけないと思うんだよね。何でもこう思ってることを気にせず言ってみて。この間、御書をうん。2冊あって、それを隠れて上に持ってったんですよ、自分の家に、部屋に。で、その時に読もうと思ったら、全部なんか古文みたいな感じで、読めなくて、で、それ、お母さんに、どうやって相続ができたとか、こういう相続が動いてたとか、そういうなりがちは分かったんですけど、実際に御書っていうのは読めなくて、っていう部分で、動画を見て、勉強したいなっていうのは。なるほど。まあそれなりに結構な数は出してるけどね、僕もね。ただ追っつかないのと、一生、自分の一生の大体もう人生80年と考えた時の一生の時間のこの、まあ分かんないよ、それは理想的に80年生きれるかどうか分かんないけど、まあもし仮定としてどうしても間に合いっこない、全部の五章ね。しかもあんまり財家があんまりこう難しい五章っていうのは絶対にできないからね。勧進の本草書だとか、ああいうその芸家でしか解説できない五章とかあるので、まあそこはね、とりあえず僕は信心に必要な、自分の修行に必要な、今我々が喫緊の課題としてのそういう五章をまずは集中的にずっとこう解説しているので、それ片っ端から五章、本当に平成版のね、お寺で買ったやつね、学会版だとページが合わないから、平成版ので、そういう五章とこう付き合わせていけば、相当な勉強になる。結局はここへ覚える話じゃないからね。じゃあどう修行しなきゃいけないんだっていうところで全部話を持っていくような御所の、勉強会だから。だからやっぱり仏教というものは、そもそもその実践が伴わないことには、何にもお釈迦様の言ったことも、この日蓮大師匠の言ったことも身につかないっていう、もうそういう仕組みなんだよね。だから活字を勉強してるだけでは何にも身につかない。そう、車をと同じですよ。マニュアルを100回読んだって、実際自分でこう運転してみながら勉強しなければ身につかないじゃないですか。そういう意味ではそういう捉え方をして、でまたそうなりそうな御所を一生懸命勉強、みんなに発表してるので、それをまずは。で、まあ結構 YouTube ってとこ、細切れで出ちゃってるので、その追っかけてって勉強するのは大変な方には、DVD になってますから、よろしかったらお求めいただければ、こう通しでずっと、何々御所っつったら、その御所の初めから後ろまで通しで勉強できます。もしよかったらね。そんなことかな。他には何かある？もっとこうしてもらいたいとか、そういうことは大事なんだよね。こういうふうにしてったらもっと良くなるんじゃないかとそれか。あ、そう。でもそういうの発見したら、どんどんね、言ってくださって、言ってくださった方がありがたいのね。これはもう何事にもそうだけど、今の企業もみんなそうですよ。やっぱりその一番のエンドユーザーさんたちや消費者の声を上げることによって、じゃあどうしていこうかって決めるのが一番効率がいいわけだね。それを何も手探りでさ、皆さんが何を求めてるかわからないで、上っていうか、その企画部がいくらなんか作ってみたってね、的が外れてる場合が得てして多いわけだね。昔は日本っていうのはその大量生産、大量販売で売れた時代があったけど、今は逆だからね。どう消費者ニーズをこう上げてって、それに合った製品開発するか。こんなの何でも同じですよ。仏法はね、深く世法を知れば、すなわちこれ仏法なり。世法というものに深くこう洞察していけば、それは全部仏法に生きる。あるいは、あれだね、世間の、この一切世間の自称三号は皆仏法と相排せずとか。そういう原理は本当にこうフレキシブルに取り入れなきゃいけないと思うんだよね。だから、大いにその、もっとこういうことが欲しいとか、こういうふうにしたらいいとか、そういうその声をね、
遠慮なく、その今まで戦ってきた分ですよ、うん、そういう点では創価があれほど伸びて、うん、まあ、初期の頃からの、まあ、いい時期のね、うん、そして一つの、まあ、善悪是非はともかく組織力を持ってる、うん、それとそのまあこぼさない、うん、ネットワーク力、そういうとこを体験した人たちにとっては、うん、ぜひぜひそういう声はね、もうすっかんすっかんだから、もう本当にもう今すっかんすっかんだから、うん、それはやっぱ取り入れて、そして改善できるとこは改善し、うん、補強できるとこは補強していくっていうことが、うん、それは日蓮召集ということになったらそれは正しいことだからね、うん、そうかっていうネットかけちゃうからいけないんであって、うん、ネット自体が悪いわけじゃないよね、うん、組織力っていうね、うん、そういう意見も聞かせていただきたいと思うんですね。何かあります今のところ。